はい、こんにちは、レトスのオーナーです。本日の3問の前にご連絡をさせていただきます。個別指導の値上げまであと1日となりました。あさっての21日になると値上げとなります。理解学習を実践できれば宅建試験は1回で合格できる資格です。単に問題と解説を丸暗記するだけ、テキストの内容を丸暗記するだけ、そういった勉強法ではなくて理解までしっかりしていきましょう。これが合格の秘訣です。そしてこの理解学習を実践できるのが個別指導です。もしあなたが次の試験で絶対合格したいというのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。それでは本日の3問に入っていきます。 A と B は C に対して1000万円の連帯債務を負っており、各自の負担部分はそれぞれ500万円である。 A が800万円を弁済すれば300万円を限度に B に対して吸収できる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは、誤りですね。連帯債務者が弁済したとき、他の連帯債務者に対して負担部分の割合に応じて吸収することができます。で、今回の問題で言うと A と B の負担割合は1対1で、これは基本的に決まっているというふうに思ってください。連帯債務の場合は負担の割合は1対1なんだってことですね。まあ、宅建レベルではそれで大丈夫です。ということなので、800万円のうち半分である400万円を限度に B に対して吸収できます。今回の問題は300万円ってなってますね。300万。これが誤りってことですね。800万の半分である400万円。これを B に対して吸収できます。このあたりは試験レベルの問題なので、ちゃんと理解しておきましょう。で、個別指導の受講者様には、まあ、この問題の解説だけじゃなくて、別途関連ポイントも合わせて解説させていただきます。まあ、そういったね、関連ポイントも、しっかり頭に入れることが重要なので、わからない方は自分自身で調べながら関連ポイントも頭に入れていきましょう。で、問いにですね。宅建業者 A が、宅建業者でない B から、A が売り主である宅地について、喫茶店でその買い受けの申し込みを受けた。つまり A が売り主業者で B が買い主だということですね。そして B は申し込みの撤回を書面により行う場合、その効力は B が申し込みの撤回を行う旨の書面を発した時に生ずる、丸か×かという問題ですね。まあ、つまりこれ何言ってるかっていうと、まあ、B さん申し込みしましたよね。B さん申し込みしたけども申し込みの撤回をしたいと、書面で申し込み撤回させてくださいっていうふうに売り主 A に、まあ、郵送するって話なんですね。書面発するって郵送するってことです。そしたら申し込みの撤回の効力は、書面を発送した時に生じる丸か×かという問題なんですね。で、答えは丸です。クーリングオフっていうのは書面を発信した時、つまり郵便局に書面を出した時ですね、に効力が発生します。つまり、宅建業者が故意に受け取らないと。つまりこの書面ですよね。撤回、申し込み撤回の書面を受け取らなかったとしても、効力は発生するんだ。つまり買い主は保護されるわけですね。買い主は発送しさえすれば、もうクーリングオフによって申し込み撤回できるわけなので、買い主は保護されるというわけです。まあ、これは基本事項なので必ず頭に入れておきましょう。で、問い3ですね。高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新等を図るため定められる地区であり、用途地域内において定めることができる、丸か×かという問題です。で、答えはこれ丸ですね。高度利用地区っていうのは市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新等を図るために定められる地区です。まあ、簡単に言えば空中部分2階以上の部分ですね。これを有効に利用するために、小さな建物をできるだけ建てずに、比較的高い建物を建てていく区域です。そして、高度利用地区っていうのは、用途地域内に定めることができます。まあ、これもイメージできるとすんなり頭に入るので、個別指導ではどうやってイメージするかまで解説しています。このイメージがあれば、覚えなくても答えを導けるはずです。しっかりイメージしながら頭に入れていく。また、問1でもお話ししたように、関連ポイントは一緒に頭に入れていく。まあ、こういった、これは技術というのか、ノウハウというのか、テクニックというのか、まあ、そういったものはね、できるだけ使っていきながら、勉強を進めていくと効率的です。そして、初めにもお伝えをした通り、個別指導の値上げまで、あと1日となりました。あさっての21日になると、値上げとなってしまいます。理解学習を実践できれば、宅建試験は1回で合格できる資格です。単に問題と解説を丸暗記するだけ、
テキストの内容を丸暗記するだけではなくて、理解までしっかりしていきましょう。そうすれば次の試験で合格できます。その理解学習を実践できるのが個別指導です。今からであればあなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。